さあここから後半戦ですが、坂井さんの機嫌直んないですね。直んないですね。どうします？もうゴッド引いて譲ってやれじゃないですか。いや僕と引いて譲ってやれです。俺か。塾長が助っ人とタッグを組み、パチスロで対戦し勝敗を競うスノモンタッグ。今回は同日同ボールと同じ条件、そして当日の朝にタッグパートナーを決めます。実戦ルールは完全自腹のサマイ対決。実戦時間は7時間1本勝負とし、延長戦もあり、その他は収録ホールのルールに従って立ち回ります。いやうまかったっすね。あーね、一人5000円の焼肉は。あーランチとは思えないよね。もうランチメニュー下げろよ。いるかな。うまかった。よく言うよ。一人いくらしました？8000円ぐらいしたんじゃないですか。いや本当にね、10人だからね。もうあんなに食ったことない、ね、食ったことない。いやいやいや、もう贅沢したね、昼からね。もうエネルギー満タンのところで、さあ後半ですが、はいはい、一応前半戦を振り返っていきますと、はいはい、局長は多分30本ぐらいですね、マイナス。多分30本。今だいぶキープしてるんですよね。だいぶキープして、スイカチョコあたりを置いといてる状態ですね。もうこう設定間違いないないよ、はい、なるほど。チャーミーです。私チャーミーは前半戦だけで36本使っちゃいまして、遅刻してきて36本って相当っすね。お前どんだけ速いんだって、ね、スピードスターかって話です、はい、なんかパスロってなんか麻雀に通じるところがあって、メンタルスポーツだと思うんですよ。また麻雀か、お前。なんでも麻雀じゃねえかこれ。やっぱその朝一のやっぱ負い目、精神的な負い目が全く感じてないよ。もう忘れてるよ。俺の中でコーヒー配った時点で終わってるから。全部終わってるからね。全部終わってるもん。こっから後半戦なんで、ちょっと本当気持ち切り替えてしっかり取り返していこうかなと思ってます。麻雀も引きずるもんね、ミスするとずーっと。確かに、それオープン日に振り込むわって話ですよ。いやでも2回やってるらしいですよ。いやすごいね。ないね、そういうのね。オープンあって、ちょっと待ってください、すいません、ちょっと待ってください。みたいな。ただこの前10連ポート上がれました。あ、見た見た。すごいね。見た。マジで。なんかそこで帳消しにしていただけると。積もったの、出上がりで。誰が振ったの？セカンドコンタさんから振り込んでいただきました。死ぬんじゃないの？あれだから救命待ちだったら死ぬとか、なんか純正だと死んじゃうとかって、ね、純正じゃなかったんで。ああそうなんだ、はい、あそうっすか。じゃあそこで使い切っちゃったかもしれない。今カスカスですね。もう出がらしもいいとこみたいで、もう絞っても何も出ないですね。いやでも我慢汁しか出てこないで絞っちゃったさあ壊せ、頑張ります。はい、もうこっちのチームはもう終わってます。終わってるからね。もう終わってますよ。貸し状態ですね。さあ対する帝国チーム、はい、帝国チーム酒井さんは、まあ、9000円投資の、はい、まあ5、60枚持って、まあ、ここの台がもらえるから、漏れなくもらえそうな空気感はそうですよね。そう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 。焼肉も食って、まあ、気持ちよく台をいただいて、まあ勝とうかな。これからね、まあまあまあ、行こうかなぐらいな感じです。まあ1万ぐらいだったら全然まだ、はい、私も投資1万で今2000枚ぐらいとセーブしすぎて、まだ ART が最低2発残ってる状態なんで、こっちはまあ勝ちは、まあ、勝ち間違いない。もう今2人でノリで浮いてるってことでしょ。浮いてますね。浮いてます。1000枚ぐらい、はい、1000枚ぐらい浮いてんだ。あそっか、やばいな。本当にそんなこと思ってるの？マクローとかだってその攻めのジャグラーとか出てくるわけでしょ。いや番長のゾーン割り狙いは出るかもしれないけど攻めの勢いは出ないけど、あの攻めの それは本当にあのその誰も出てくれなくなりますよ。いや出てもいいけど、あっちとは一緒に乗りたくないっていう話になるんで。ないですよね。ゴシマゲの奥義ですよね。奥義、ゾーン割り狙い。そういやそれが飛び出したらまあいいです、消していいです。もう勝敗消したってことなんで。その後私はもう裸土下座ですよね。焼き土下座っすか。焼き土下座、焼き土下座っすね。いいね。果たしてこの後どうなるんでしょうか。はい、一応頑張りますよね。頑張ります。頑張ります。はい、頑張りたいと思います。
今回の収録ホールは神奈川県相模原市にあるザ・シティ・ベルシティ相模大野店。営業時間は9時から22時45分。設置台数はパチンコ351台、パチスロ315台、前代無制限制で出玉の共有移動は OK となっております。新台から人気機種まで幅広いラインナップでお客様をお出迎え。詳しい内容は当店ホームページをご覧ください。さあ、というね、後半戦こっから今ちょうどポセイドンスタートのとこからです。なんであと2セットあると、そこでいいでしょ、あがなが、ゴッドもう一回引けばシャボーン終わんなくなるでしょ。まあ俺は心配はないですよ、俺は大丈夫。心配するべきは一休さんです。あの悪い一休さんです。一休さんがこの後で流したら大変だぞ。最後なぜか塾長が裸になってるっていう、そういう絵がもしかしたら見えるかもしれないということで、今もうぐるー徘徊しましたからね、超ぶっちょ面でみたいな。仏頂面の酒井、打つ台を探してボールをさまよう。これ打ちます。酒井、ようやく決まった1台はパチスロキューピー。さあ、じゃあ後半戦、スイカで直撃当選した、エンディーからいきます。塾長は東進演武からスタート。これが単発の終わりようだと今日は終わりだね。頼むよ。果たして単発で終わってしまうのか。お、頼む。うわうわ、マジあったきた。単発で終了。ひどいよ、なんだよもう。元気があれば何かが弾けると思います。こちらは火山修行ステージ中のチャーミン。チャンスアップがないです。うわー、弱い弱いよ。まだでも37ゲームです。チャンスは残ってます。こちらは ART 中の魚拓。いるかな、もういないとは思うんだけどな。いたらラッキー、いなくて当然。いて、でもいて。いた、花見一名。ゼウス、あー鼻か。魚拓9セット目に突入。一方チャーミー、よしよしよし、これ本物っぽいですよ。火山レベル3にアップ。さらに、あ、やった、レベルマックスいただきました。ダーッ、いやー闘魂チャンスじゃなかったですね。お、でもこれでレギュラーはなくなりました。72ゲーム闘魂ビッグ突入。いやー、闘魂ビッグ中何も引けなかったですね。ヘイ、火山修行モードスタートがいいです。
よいしょ。おおお、ゴールデンシャッターが、おう、うわチャンス目引いたのに残念。どうですか、弱弱いですね。こちらは持ちコインを飲まれ現金遊戯中の塾長。頼むよムド。あ、来たムド、よかった。天破の時、しかもキリン柄に突入。お、いけ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 、5000いけ5000。あ、キリン柄、おい、今気づいた俺。あー、よかった。どうしよっかな、叩こうかな、叩くのやめよっかな。叩くわ。あ、こう、よし、ハミミ、ハミミ、ハミミだ、当たった、ハミミ。黄色、ウンコーラ、ウンコーラ、ウンコだ、ウンコーラ、ウンコーラ。今回は何連チャンできるのか。その頃、チャーミーは台を移動。じゃあなんか、さっき塾長さんが今日角台がいいんじゃないのみたいなこと言ってたんですよ。で、まあまあスランプグラフ、今日のこれね、赤いやつ、今のところこれプラスなんですよ。というか前日結構くすぶってる感じ、前日全然くすぶってて、今日朝一ポーンとスタートから良かったんですよね。で履歴見ると、はい、まあ朝一96ゲームで、まあこれ多分設定変更されてたんだと思うんですけど、闘魂チャンス4回入ってるんですよね。ああ、でもあれか、闘魂レギュラーからなんだ。どうなんだろう。ね。もうでもこれやるしかないわ。これやれるのか。やれるんじゃないの。227ゲームやめの台ですね。行ってみたいと思います。それ趣味打ちに走ってません、大丈夫ですか。大丈夫ですか。一応まあ双子持ってった後。何何、ちょっとお前浮いてるとそういう顔するよ ね、 いや、まあ、ね、自分が勝ってると。そうですね。まだまだ出てんので、まあ続いてますね。マジで10連戦今。マジで、はい、もう足一般のいい加減にしようね。出た。だいたい足一般ってんだけどね、いつもね。これな、面白いですか、これ。面白いんだけど、いや、まあまあ単純に1台しかないからちょっと怖い部分ではあるんだけど、でもなんか入ってそうな感じですよ。入ってそうな感じはあるけどね。じゃあ頑張ってください。なんか嫌な感じだよな。この小冊子置いてあるのが気になるんですよね。ああ、メーカーで一応打ってるんで。ああ、そうなんですか、うんうん、メーカーで一応打ってる。この絵柄そもそも何だったって話ですけどね。まあまあ、わかりました。まあ、勝ってるとあんな感じだからさ、大丈夫かな。一応まあ、こっちが勝ちはもう確定してるんですけど、ノリなんでね。はあ、これ10セットもうねえよ、さすがにねえよ。これね、これ以上望んだらそれはもう罰当たりで贅沢よ。もうない、もうない、ない、ねえのかい。ねえのかい。ゴッドゲームは10セットで終了。ダメじゃん。お、
回想モード。俺は確かゲーム数解除の前兆、規定ゾーン解除のチャンスゾーンで突入すると平均15ゲーム、はい、まあこのステップアップのところが、これで小鳥が確か割ったりとかすると次のどんどんステップアップしていくって感じの演出。これで小鳥が出てきて牛乳瓶で殴れれば、ここで小鳥が出てきて、で牛乳瓶で確か殴れれば、はい、ダメっすね。まあダメっす。いや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 、当たんないともう何やってるか全然わかんない。回想モードを抜けた酒井、一方 AT 中の塾長は真剣なんだよね、本当に真剣なの俺これやってる時は。まあ当たってない時はどうでもいいんだけど、もうこれ逃したら次いつ来るかって話だからね、もう1回が大事なのよね。お、頼む、なんか、あーダメだ、弱い、うわー、ひでえなー、よどまりだよ、ぶっ壊したよ。あ、結構ある。極味だよ、極味。安倍氏チャレンジで再び AT に突入できるか。あ、これも連チャンしないパターンかな。これいかねえんじゃねえの。なんかそんな気するよね。また連チャンしないの。頭きた。猪木の角台に移動したチャーミン、ボーナスを引くも闘魂チャンスには入らず、塾長チームの総投資は8万4000円になってしまう。全く出る気配がないんだけど。ていうか多分当たってんとこ見たい人もいると思うんで いいっすよ。下手な台打つよりは、え、下手な台に移動するよりは、まあまあまあ、まあまあ、俺も見たいっす、あれがどうなんのか、当たったら。あれ何なんすか、ボーナスないんすか。 AT そうだ、当ててください。 AT 中もゲーム数管理してんのよ。でそれで特化ゾーンにゲーム数管理で行くのよ。じゃあでそこのループ側当てて説明してください。そうだ、それそうお前ほんと勝ってるとそういう感じ、ね、そういう感じだよね。いやそりゃそうっすよ、そういう感じだよね、そういう感じだよね。あいつはそう冷たいんだよ。そりゃそうだよ、勝ってるよ、俺は言うよ、言うよ、勝ってるよ。負けてる時はさちっちゃくなりますけど、普段もちっちゃくなりますよ先輩には。勝ってる時は言いますよ、お前それ当てて説明しちゃったら誰もわかんねえじゃねえかって話。当ててあのキューピーっていう台が、俺も全然わかんないんでどういう台なのか説明があったら当ててもらいましょうっていう。ずいぶんいったな。おっ、ちょっとちょい熱。チャンス目、酒井大当たりを見せることはできるのか。もっぱつ、まだまだよ、まだまだ発展しないで、まだ発展しないで、 OK、 これちょっと厚め、
お、これ何柄なんだろう。何柄？あ、小鳥柄かな。ピンクのいわゆる小鳥の羽。これ瞑想チャレンジに行くんじゃない？頼むよ頼むよ頼むよ。あれ？今日チャンス目から瞑想チャレンジに突入。このチャンスを生かせるか。あー、本当はここからヒデトラとか行ったのがあるかな。いったー、ほっとくわけにはいかないんだよ。やっときました。総投資2万8000円キューピーチャンス突入。742。この40ゲームでこの AT もゲーム数側にしてて、でこのゲーム数のところで当たれば、いわゆるこのバトルラッシュというところのゲーム数合わせの AT に突入すると。だこの40ゲームでまあどうなるかなんだけど、乗った。でこれゲーム数が乗っていくと、そのゲーム数管理してる ART に当たりやすくなるんで、まあどこであの ART が AT のゲーム数がどこにあるか分かんないんだけど、まあ、なるべく乗せれレアグ引いたりとかして乗せれば、そのね、いわゆる特化ゾーンに行くチャンスがまあ大きくなるっていうのはこの台の特徴。そこがまあ面白さなんだけど、その面白さを見せることはできるか。次これ7を狙えて出る可能性があるっていう予告。あ、ダメだった。これもだから珍しいんだよね。次だからそういう演出が出るかもしれませんよみたいな、そういう予告する演出もあるっていう、ちょっとそれも面白いところ。一応これで扉が開けば、あーダメかな、ボタンで開けば継続、ダメだったら、まあ、終了という。ダメでした、ダメでした。扉は開かず単発で終了。ダメだな。その頃魚卓は、別にあの台が悪いわけじゃないですけど、決して時間を考えるとちょっとね、今から天井とか間に合わないんでね、はめてるのも。あれ、これなんか良さげだぞ。右肩上がりとはまさにこのこと。ちょっと打ってみていいですか。じゃあ AKB、 あれ流しちゃいますね。2427、まあ2000枚弱プラスですかね。全然俺なんか全然だって、チャーミーも2500枚ですからね。ちょうどあの私が使った枚数分ぐらい出しましたよこれ導入してされてすぐの頃に一度打ったきりっすね。その時の記憶はないっすあれかゆったりした台だなっていうぐらいですね。特に印象はないな。
その頃塾長は百裂拳くらって立ってられんの？俺だってねえよ。まあ蹴りはわかるよ。酒井さん強いっすよ。いけー、おー来た、ゾロ目だね。早いな。黄色。今回は持ちコインで闘神演武突入。はい、初めて開拓しないで次の AT 来たね。頼むぜ。お、チャンス、チャンス。ベルいらねえ、ベルいらねえ、ここもうベルいらねえから。そろそろかな。おお、デカタオル。レベル2で発展。お、あるかもしんないこれ。あー、白タイトル。はい、あーこれいいよ、チャンスアップ。いけいけ、よし、悪くない。ダーッ、顎で、顎で、 OK。 よーし、やりました。もう闘魂チャンスではなかったですけど、まあいいですよ。総投資5万。苦しい。ああ、よかった。チャーミー総投資5万円。赤七闘魂ビッグでございます。スロモンタッグはまさかの出来事が。多くは言いませんが、塾長いい感じです。ちなみに、タグの推しメンはこじはるです。スロモンタッグ。